ウオーリック大学に数学近邸教授を新設することを認めた直居上。近邸教授、ないし近邸講座担当教授はイギリスの大学において君主からのパトロネージ、もしくは任命を受けて就任する教授。これはイギリスの学会独特の制度である。最初に制定されたのは医学分野においてであり、スコットランド国王ジェームズ4世が、 1497年にアバディーン大学に設けた医学禁定教授であった。禁定講座は、その後、特に継続的に重要な必要性がある、基本的とみなされた学問分野で各地の大学に設けられるようになった。禁定教授はそれぞれイギリスの君主によって任命されるが、それに至る過程では、大学当局や政府が関わって、広告と面接が行われており、 現在も君主によって新たな任命が継続されている。この直居による任命と、このような教授職の相対的希少性から、直居教授は、格式の高い、また就任を望む者が、極めて多いポストとなっている。近帝教授は、伝統的に、プロフェッサーではなく、リージアスと継承される。現在、最も数多くの近帝教授が設けられているのは、 クラス号大学であり、2012年当時で13人、2016年に新設された講座も含めて14人の近定教授がいる。近定講座は伝統的にイギリスの中でもいわゆる古代の大学だけに設けられてきた。2012年10月、女王エリザベス2世が新たに最大6講座の近定講座を新設する予定であり、 即位50周年を記念して2013年をはじめに発表されることが公表された。2013年1月、詳細が発表され、新設金定講座の数は12講座に及んだが、これはおそらく特定の年に新設された、金定講座の数としては最多であり、正規単位で見た、新設数でも、これには及ばない例がほとんどである。 2015年7月には女王の90歳の誕生日を記念して、さらに近定講座が新設される可能性のあることが公表された。ありがとうございます。